新幹線総合指令所は、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道共同の新幹線、輸送指令所である。東京都内に所在する。JR 西日本では、東京新幹線総合指令所、JR 九州では、東京指令所と呼んでいる。京都鉄道博物館に再現された、指令所同時に、それぞれの会社の組織に属しており、 JR 東海新幹線鉄道事業本部、JR 西日本新幹線鉄道事業本部、JR 九州本社鉄道事業本部新幹線部の所属にある。平時は、東司令所で、東海道、山陽新幹線の指令業務、運行管理と九州新幹線博多駅から、新都市駅間の運行管理を行っている。また、地震被災時などの緊急時に備えて、 第二総合司令所が大阪に設置されており、通常時から異常時訓練や東京から最新のダイアグラムを転送して早期に対応可能な体制をとっている。国鉄時代から民営化初期は住所、所在地も公開され一般からの見学も受け付けていたが、その後の社会情勢の変化により、現在は詳細な場所を非公開扱いとしている。司令所内の正面には 東海道、山陽、九州新幹線の東京駅から新都市駅間における運行状況を示す総合表示板が設置されており、どの列車がどの位置に存在するかが一目でわかる仕組みになっている。博多駅から新都市駅間の表示は、九州新幹線開通と博多駅の拡張に合わせて追加されたもので、それまでの表示板に継ぎ足しされて作られている。 なお、新都市駅鹿児島中央駅間の表示板は、正面の総合表示板に向かって、右側に別途設けられている。JR 九州は、当司令所以外にも博多総合司令センターの九州、新幹線指令室で、九州新幹線指令システムを使用し、主要な指令業務と運行管理はそちらで行っている。 2010年3月13日より、九州新幹線の全通前の準備関係で、九州新幹線の列車番号の末尾のアルファベットが、独自の F から東海道、山陽新幹線と同じ A に変更された。2010年11月からは、東海道、山陽新幹線の運行管理システムである、新幹線運行管理システムと九州新幹線の運行管理システムである、 九州新幹線指令システムが接続され、三新幹線の運行状況を一元的に把握できるようになった。2007年10月17日、JR 東海定例会見で、各新幹線にて不具合発生時の運行ダイヤ調整対応において、JR 各社で協議した結果、投資例書に新たに九州新幹線担当者を置く対応策を発表し、 実施に関して2010年12月8日の JR 東海社長会見で当司令所に JR 九州の九州新幹線担当司令長が常駐し各新幹線の輸送障害が他の新幹線に波及しないよう運行管理を一体的に行うことが発表され2010年12月以降 JR 九州の九州新幹線司令長も常駐している運行管理は それぞれの列車運行管理システム、JR 東海、JR 西日本、新幹線運行管理システム、九州新幹線、九州新幹線指令システムを使用し、各系統の運輸系指令と公務系指令で編成されている。ありがとうございます。